的ってわけではないんですけれど、今日はこの近鉄の3000円3日間乗り放題券っていうのを使っていろいろとお出かけしようと思います。じゃあ行ってきます。というわけで近鉄の宇賀田駅に到着しました。今から目的地までもうちょっと行きます。じゃあ行ってきます。目的地にやってきました。横山展望台です。まあ、といってもまだ横山展望台の駐車場までタクシーで出てきただけなんで、今からもうちょっと上がっていきます。わあ、なかなか高いなここ景色がいいですね。今日は天気もいいから最高ですね。はい、というわけでやってきました横山展望台です。向こうに見える海が英虞湾です。もう一個のカメラでタイムラプス動画も撮ってるので後でお見せします。一応手持ちの望遠レンズマックスの価格がこんな感じですね。多分海の中にああいう漁場とかなんか養殖場ではあるんでしょうか。なんかよくわかんないものがいろいろとありますね。実は僕ここに以前にも一回来たことがあるんですけど、以前来た日はとても天気の悪い日だったのでこんな青空が見えなかったんで、もう一回ここにリベンジにやってきたわけですね。今日は天気が良くて最高ですね。またご飯が朝4時に食べてもう5時間ぐらい経っててもうお腹ペコペコなんで、展望台にカフェが併設されてるんでそこで横山天空サンドなるものを買ってみました。いただきます。はい、というわけで横山台から望む英虞湾は以上になります。またこれから近鉄の駅まで戻ろうと思うんですけど、帰りはもうタクシー使わずにもう山道下っていくだけなんで歩いて駅まで行こうと思います。30分くらいってことらしいですし、じゃあ行ってきます。はい、お次は鳥羽でございます。右手に見えますのは鳥羽水族館、鳥羽水族館にございます。まあ、ただ僕の行き先は全然ここではないんですけどね。墓地の僕にはちょっと水族館は荷が重いものがあります。まあ鳥羽水族館自体は僕も以前来たことがあるんで、まあ今回はいいかなと。ここら辺ちょっとちょいちょいで散策してお昼ご飯食べようと思います。あ、ちなみに鳥羽水族館って国内で唯一ジュゴンがいることでも知られてるんで、皆さんぜひ見に来てくださいね。ちなみにあとそのジュゴンちゃん、日本の動物園にいる動物の中で一番食費の高い動物らしいです。高いところに上がってきましたね。これね。これですよ、これ。もうね、いかに僕に面白いことやれっていう言わんがばかりにこんなもんがありますよ。はい、まあというわけでね、こんな感じで貼っちゃうけどね。まあここ結構眺めが良くていいですね、なかなか。とりあえずお昼ご飯に行こうと思います。いやー、お昼ご飯めっちゃうまかったわ。やっぱ海沿いの地域の海鮮はいいですね。海っていいですね。我々奈良県民は海っていうものが身近にないんで、海ってものに特別なものを感じますね。はい、お次は近鉄富田駅です。これから工場夜景撮りに行きます。四日市ポートビルに着きました。ここで夜景を撮っていこうと思います。はい、というわけでですね、
工場夜景の聖地と言われる海テラスに登ってきました。なんかね、奥の方にね、僕以上のカメラいっぱい抱えてる人ばかりなんで、ちょっと重さばっかりなんで、ちょっとなかなかの魔境でございます。ちょっとね、あっちの南側の方が結構工場夜景のメインの地帯でして、南側の方でこうやって動画撮るのはちょっとやりにくいんで、こっちの東向きの方に逃げてきました。まあでももちろん僕もね、南側の方に三脚立ってカメラ構えてますんで、後ほど皆様にはこっちの南側の方の風景も見せてきますんで、ですね、大体あらかた撮りたいところは撮れたんで、これで移動しようと思います。はい、というわけで四日市ドームっていうところの横のところまで移動してきました。この左の奥の方に見えるビルがさっき夜景撮ってた海テラスの展望台があるビルですね。で、今度はこの工場地帯を西側から海沿いで撮っていこうと思います。皆さん分かりますかね、海の上に立ってる杭の上のとこにアオサギが止まってますあんなとこで寝るんですかね。はい、お次はですね、大正橋というまでやってきました。ここでちょっと撮影していこうと思います。はい、最後にやってきたのはこちらが相生橋です。これで工場夜景の撮影は最後にしようと思います。はい、近鉄四日市行ってきました。なんかイルミネーションめちゃくちゃついてます。はい、というわけでですね、近鉄の四日市の駅までやってきました。これでもう大和西大寺まで帰ろうと思います。それではご視聴ありがとうございました。